森の安藤。すいません、蜂蜜をペロってしてもいいですか？またですか？今日が初めてのことであれば、私も蜂蜜をお譲りするにやぶさかではございません。しかし、あなたは昨日もペロってするだけとおっしゃっておきながら結局、ペロペロペロペロ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 ペロペロ、ペロ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 、ペロ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 、ペロ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 ってなさったじゃないですか。ちょっとぐらいいいやん。潰れるって人もう千年をスズメバチに言いつけるよ。ちょっと潰れるって本当。こら。安藤さん、また喧嘩ですか。君たちはこういう言葉を知っていますか。喧嘩するほどてい、安藤さんがてい。てね。ちぇ、安藤さんにはかなわないや。ところで安藤さん、俺前から安藤さんに言いたかったことがあるんだよね。こら、よせ。安藤さん、本当は安藤さん人間なんだろ。俺ペンギンよ。俺ペンギン、に人間なわけないじゃん。ちょっと待って、今携帯がブルブルってなったんだ。うん、はい、もしもし。え、なんですって。実家がある南極の氷がなんか温暖化の影響でなんかこう危ないっていう感じですって。そりゃ急いで行かなきゃ。なぜなら俺はペンギンだから。なぜなら俺は ペンギンだから。そんなわけないだろう。安藤さん時々ペンペンって言うではないか。人間はペンペンなんて言わんよ。いや、確かに人間かもしれませんな。だって安藤さん時々ヒューマニズムって言うじゃないですか。だがしかし、安藤さんが来てから森が平和になったのも事実だからな。ゴゴ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 ゴ、なんだ、開発じゃい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 。おごり高ぶる人間よ。その際限のない欲望の果てに一体どれだけ向こうの民の血が流れるというのか。こら。安藤さん。ブー。君はこういう言葉を知っていますか。開発するほど。てい、ごめんなさい、ごめんなさい。この森の平和は安藤さんが守る。ペンブー。結局安藤さんがペンギンかどうかは分からずじまい。でも一つだけ確かなことがある。安藤さん、あんた心のペンギンだよ。 Thank you Mr. And I love you anytime. You make me happy and give me peace. 今夜は君の胸で眠りたい。すげえ魚くせえけど母なる森に春の香りが満ちてゆく。まあどうせ俺が魚くせえから台無しだけど。 Thank you Mr. And I love you anytime. You make me happy and give me peace. 明日も君の胸で眠りたい。あの女、明日もどうせ魚くせえけど。